キシユータとヒラノシオウ、ポ,ポポポ組再結成への期待が高まる。キシユータとヒラノシオウが所属していた人気アイドルグループ、キングプリンス、キンプリの脱退に関連して、ファンの間で注目の敵となっているポポポ組の再結成に対する期待が高まっています。7月13日に放送されたバラエティ番組、VS 魂グラデーション。 富士テレビ系の特別企画で、岸シユタの韓国ロケと、スタジオ収録での番組後半の、ババタマシーが話題となりました。岸シユタは5月22日に平野市用と神宮寺ユ太タと共に金プリを脱退し、その後もジャニーズ事務所に席を置いていましたが、9月末の退所が発表されています。シユタが金プリを脱退してからは、 ファンの心を気にする出来事が多く、番組内でもその未来について質問が飛び交いました。特に注目されたのは、キシユタが韓国ロケでタコの踊り食いに挑戦したシーンです。かつて平野市洋が同じく韓国ロケで同じ挑戦をした際に面白い映像が放送されたことを思い出させる内容で、多くのファンが反応しました。 岸シユータが一気にタコを頬張ったことで絶叫するシーンも話題となり、ファンたちは岸シユータの笑顔と懐かしい思い出に胸を躍らせました。さらに番組後半のババタマシーでは、黒柳哲子、上沼恵美子、遠藤健一、上川高也、鈴木ほなみ、アンミカ、マミ翔太郎、杉の洋涼など豪華ゲストが出演しました。 上沼恵美子が岸優太に対してソロで頑張られるんですかというの直球の質問をしたことで岸優太の未来に対する憶測が広まりました。岸優太はとりあえずはまだ決まってない状態で、とお茶を濁すばかりでしたが、上沼恵美子からエールを送られる場面もあり、ファンは好意的に受け止めています。実際のところ、岸優太の今後については、 退除後の10月以降に、平野紫耀と神宮寺勇太との合流が有力視されています。平野紫耀と神宮寺勇太はエンターテインメント会社、とべに合流し、再始動の準備を進めていると報じられています。岸優太、平野紫耀、神宮寺ゆ太の仲の良さは、ファンにとって特別な絆となっており、ポポポ組として愛されています。 三人が合流し、再び本格的に活動を始める可能性が高いとされています。7月14日のトべの生配信では、平野志用と神宮寺ゆ太がトべに向けて入れた姿が話題となり、トべの勢いが増す中、志ゆうと平野志用、神宮寺ゆ太の絆に対する期待が高まっています。ポポポ組の再結成に向けて多くのファンが熱い応援を送っています。 岸優太平野ヒラ神宮寺優太の3人が再び一緒にステージに立つ姿を見る日が楽しみです。ファンの間でポポポ組、愛称で親しまれている3人の絆がますます深まることを期待しましょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るためにぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。